さあ、いよいよノーマルが遊べるようになりましたので、ノーマルをやってみたいと思います。まあイージー以上に難しいことは確定してますから、初心者が果たしてどこまでできるのか頑張っていきたいと思います。よろしくお願いします。はい。さあ、色が増えるのかな、それとも敵が強い。ああもうさすが始まる。ほう、あーでもプレイだった。はい、スーパードロップ。あ、キラキラ光るドロップのことスーパードロップって言うんだ。あーはーはーはー、何のことかさっぱり分かんなかったですけどね、説明文ね。あ、でそうするとすごいこう攻撃力が上がる、威力が増す、大ダメージ。なるほど、はい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 。もう洞窟ステージですね。下のステージとか結構いいですね。あ、 LR を押すと敵をロックオンすることができる、集中攻撃ができる。ほう、あ、ほんとだ。でクリボーにロックオンして、どういうことだ、クリボーにちょっとダメージが増してノコノコにはちょっとだけダメージみたいな。あ、なんかそういうか、いやでもノコノコの方がダメージあるけど先に倒したい敵がいると、あ、なるほどね、回復薬とかが出てくると先倒したいから、回復薬先に倒すためにロックオンするみたいな。 RPG 得意の何がし、はい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 、ハクハクハク、そういうのもあるんだ。これさ、下の画面でさ、アクションできないのかな、なんかコイン取りたいんだけど取れないね。強力な敵が現れた、体力に注意しましょう。はい、おおおおおおお、あ、すごい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 。まあでもやっぱ強力な敵は、全然体力与えられてない。なにこれ、なにそういうのがあるの絶望じゃないそれこれを今からやれっていうの、もう先行き不安とかいうレベルじゃないんだけど。ゲームオーバーになるとコースを途中で出てしまいます。コースクリアが難しいときはチームや属性やスキルに合わせて組み替えることが大切ですといや初心者に悲しい事実を突きつけんなよ、やめてくれよ。しかもレベルもめっちゃ上がってるね、30とか25とかね、マジで。じゃあちょっとまあ一個一個見ていきましょうか。はい、ゴーステレサマリオなのかな、マリオテレサなのかな。三属性以上の攻撃をすると味方の攻撃が 2.5 倍になる。あ、めっちゃ強くなってますね。うん、3つか。ほう、ほんでこっち、あ、アイスルイージですか。水属性の威力の体力と攻撃が 1.5 倍になる。あ、ほうほうほう。で上のパーティー全部その水属性なんで、みんな体力と攻撃が 1.5 倍ずつなってるわけだ。あ、これはいいですね。なんかこうしっかりこうリーダーのスキル発揮してますよね。おー、なるほどね。じゃあコンボに自信がある場合はこちらで行きの、コンボで自信がない場合はこちらで頑張りのって、そういう感じなのか。なるほどね自信に行きだよ。おう、コンボに自信に行き頑張ろう頑張ろう。ほんでアシスト、あ、アシストキャラ選べますね。テレサ ルイージテレサかな、お化けルイージか、お化けマリオ、お化けルイージか。はい、ゴーストトリック、6秒時間を止めてドロップを動かせる。あ、いいじゃん、めっちゃいい、超初心者スキルじゃん。スコアアタック、スコア対アタックのタイムカウントは止まらない。じゃあまあまあまあ、ゆっくりやりたい場合はこれをやれよと。なるほどね。じゃあこいつちょっと連れていきましょうか。使えんのかな、ちゃんとね。前回スキル使えなかったですからね。はい、レッツゴー、レッツゴー、やっていこう。さあ、ちょっと緊張してるけど、まあ頑張りましょう。クリボーとノコノコとクリボー、まあこの辺は変わんないですね。この毒キノコは揃えていいのかな、なんか見た目的にものすごい揃えちゃいけない臭がプンプンしてるんですけど、いいのかな。まあとりあえず右下を2つ揃えましょうか。で揃えた後に、なんかぐるぐる回していこうかなって感じかな。まあ行きましょう、とりあえずは。はい、あ、その前にちょっとスキルがあれだね、スキル使えるかどうか。スキルは使えません使えません、仕方ないですね。じゃあなんで右下から行きたいと思いますよと。はい、行きます。こうしてこうしてこうして、あ、無理ですね、わかんないですね、わかんないですね、下手くそですね。あ、これは闇は、あ、でも闇属性のね、モンスターがいるんで。あー、残ったのこの子、うわ強っ、マジか、うわマジか、雑魚敵でこのレベルか、厳しいな。どうしようかな。まあ、水なんで、まあ、水で攻撃しましょうか。とりあえずは水で攻撃したらいいですね。
まあ揃えたらいいでしょ。あとちょっとハートで回復しましょうか。そしたら回復する手段があるかな。あ、ありましたね、ありましたね。はい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 、こんな感じこんな感じ。まあちょっと落ち着いてできたかなっていう。おーね、攻撃もして体力も回復すると。なかなか難しそう。さあのこのこ、うわー、パックン強そうだなー。ってことはロックオンした方がいいでしょ。これね、多分パックンが一番攻撃強いと思うんで、ちょっとパックンに集中砲火。ただファイヤーフラワーがあまりない。なるほど、あまりない状態の中でいかにしてファイヤーフラワーを揃えることができるかっていうのが、まあ正念場になってくるわけだ。どうしようかな、どうしようかな、これほんと難しいね。こうか、左は3つ揃えられるわ、ファイヤーフラワーで。右から入ると縦になるのね。おー、あれどうやって並べるんだっけ。あーできるわ。いきます。ちょ、左ファイヤーフラワー並べるね。こうして、あ、違う、並ばなかった。ちょ待って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 、あーやっ、あ、あ、あ、やばい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 、ちょ待って、ちょ、お、お、こわ、ちょ待って、マジか。初めてミスらしいミスをした。ちょ待ってくれ。したら、回復もしたい、回復もしたいんだけど、こう斜めの場合ってどうしたらいいんだろう。こうする?こうする?え?こうして、こうして、ハート連れていくしかないのかな?ハート、右、左下にハートはいっぱい並べられるな。で、困ったら右下にこう、左下に戻ってくればいい。で、こうして、こうして、ぐるっと回って、ぐちゃぐちゃってやって、こうか。OK。あ、大丈夫これ。大丈夫、ノコノコの攻撃で死なない、大丈夫、大丈夫。とりあえず倒した。とりあえずパックン倒した。パックン倒して、ノコノコが残る。ノコノコ残りの、どう、死んだマジか、うわー、やべえ、パズドラむずマジで。コンティニューします。うわ、これマジ、あ、こっからなの。うわ、むずえ、このノーマルでこれ、ノーマルでこれ、初心者、初心者。マジかよ、先が思いやられるにも程があるんだが。どうしよう。ちょ、でも体力はあるんだよね。体力あるから、とりあえずのこのこだけ倒しちゃおうか。斜めはダメなんだよね。斜めダメだから、あー、でも水出せないんで、ちょっと、闇で倒す。闇で倒します。うわ、4色むず。こうか。とりあえずね。とりあえずこれ倒せるし、OK、OK、OK。最低限。やべえなー。みんなも最初こんなんだった？こんなんだった？うわー、これでもあれですね。ちょっと5個以上並べたい。いやー、でも4色が全然、縦に並ぶのが辛いなー。難しいなー。これは、毒だから星が欲しいけど、星がない。星が欲しいけど。なんか綺麗になんか、てかハートが多すぎるんだな。ハートが多すぎるから、ハートを処理しちゃった方がいいよね。そうだよね。だからそういうこう、マネジメントもしていかなきゃいけないんだね、これね。うわ、きついな。こうして、こうして、ここまではよくて。ちょ、頑張る。あー、無理だな。4つだな。4つまでしかいかないな。うわー、これはマジで？いやいやいや、あ、なんか出た。メッドガード。あー、あ、あ、何？何？え？え、何が起こった？何が起こった？なんか今一瞬で何も見えなかったんだけど。やば。ちょ、全体攻撃意識して。でも闇がいっぱいこれで集まったから、闇でやってこう。闇攻撃してこう。来た！コンボやっぱ決まんないね。3色だからあれだけコンボ決まったんだね。あ、オッケー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 。
オッケー。闇は闇でいいんだ。あ、っていう、そうだね。闇は闇でいいんだね。オッケー。なんかちょっとずつ把握していこう。はい。次、トゲメット。トゲゾウか。火で攻撃しようか。火で攻撃しましょう。火で攻撃したいから、最後、火持ってこうかな。火持って、そう、これ火も、なんか火でさ、火並べたいときって火で動かした方がいいのか、そうじゃないのかってどうなんですかね。どうなんだろう。やるか。右から行きます。右からぐるっと左をどうにか合わせる。あ、なんかやばい。ちょっと全然あかんでしょ。違う。全くやりたいことができてない。でも草だから、いやでも、そうか、火だから水合わせるのが一番いいのか。でもその前に多分闇で倒した方がいいよね。でもこれ残しといた方が良くない？なんかボスじゃん。でも残せないな。そんなマネージメント俺にできねえな。ちょっと頑張って水を揃える。とりあえず闇で攻撃する。なんで、どうしようかな。こう持ってきて、できて、こうか、OK、了解。ここからがむずいんだよな。なんか、思った方向に伸びてくれないんだよね。あ、トゲゾウ強い！え？めっちゃ強い。あ、そうか、そっちに集中攻撃しちゃってるってことか。やっぱ5個以上並べるって結構大事だね。思いのほか大事なんですね、5個以上並べるっていうのはね。そこ結構常に意識して、やった方がいいかもしれないっていうのを今思った。でも多分、炎なんで、水で倒せばいいから、水を並べます。はい。なんで、こうして、ちょっと落ち着いて考えよう。おお、オッケー、できた。落ち着いてやったらしっかりできた。お、いいね。なんかちょっと、もったいなすぎるんだけど。あ、なんか上になんかキノコが出たよ、今。なんかキノコがめっちゃ出ましたよ。オッケー、できた。おう。さあ、そして、ちょっともうコンティニューないからね、結構慎重に行かないとね。まだボスまで。あ、デカパータクリボー。日本語でオッケー。デカパータクリボー。これは別にあれなんだよね。あ、炎並べたらいいのかな。炎並べてプラス、草が草だからな。等倍だよな、きっとな。いやいや。等倍。うん。右上のファイヤーと、水並べます。で、そっから考える。やりながら考えるっていうのは違うんだろうな、きっとな。だね。やりながら考えてる時間はないですよね、やっぱり。いや、ファイヤー全然攻撃できない。あ、なんか来た。あ、スキル、あ！あ、スキルってこういうタイミングなんだ。わあ！なんだ。キードロップを火に変える。6秒止められる。あ、なるほどね。すぐできるわけじゃないんだ。いつでも使えるわけじゃないんだ。タイミングがあるんだ。じゃあ、ファイヤーチェンジする。だって相手草だから、多分火で抜群。はい。ファイヤーチェンジ！おお、チェンジした。けど、あんまりなんかチェンジした感じがしない。なんでだろう。いっぱいでも火並べられるね、これでね。こうして、こう、いいな。で、でっていうだな。でって、意外とでっていうだな、これ。ちょっと使いどころ間違ったかもしんない。なんか、釣られた。釣られたかもしれない。ちょっと左側はね、並べられるから、右下から行きます。あはあ、ちょい飛んだ。操作がおぼつかない初心者特有の何がし。あはあ、またスキル出た。ちょっとスキル使ってこ。ちょっとガンガン使ってこ。ヒートバブル。味方の体力を1000回復し、キードロップをハードロップに変える。いらないです。いらないです。全くいらないです。大丈夫かこれ。でも、火でガンガン攻撃していくのは多分正解ですよね。なんで。どうしよう。こう真ん中に入れたいですよね。左下のファイヤーね。ファイヤー、もう闇で攻撃するのが一番いいのかな。
あ、闇5個並べます。あ、並びませんでした。 あ、無理です。なんでだろうな、なんかそこの発想がわからない。わからないな。さあ、パタパタ攻撃。うわ、強い強い強い。わあ、めっちゃ来た。もうちょっと見てこう、一個一個。水ドロップと闇ドロップをハートに変える。うん、めっちゃ体力回復してくれるね。2ターン内で受けるダメージ半分に減らす。でもまだ、3だから、多分まだいらないんだ。なるほどね。ここ一回体力回復でもいいかもしれない。そしたら。ね。体力回復しましょうか。1000回復して、木を、ハートに変える。木、まあまあ、木割とあるね。そっちの方がいいかな。あと水と闇をハートに変える。あ、水と闇の方がいっぱいあるからそっちにしよう。はい、ファイヤーパックン使う。メガパックンドレイン。これさ、並べなくていいんじゃねえ。並べる必要ありますこれ。めっちゃ並んでるんだけど、すでにすごいな。どうしよう。どうしよう。まあ適当にいきますね。そしたらここはね、なんかすごい並べた。はいはいはい、いい感じ。これ相当体力回復したでしょ、これで。おーしよしよし、オッケーオッケーオッケー。まあこんな感じで回復をしながらと。なるほど。まあスキルはここはいらないから、ファイヤーを並べたい。ファイヤー並ぶ、でもこれファイヤー並べられる人いるんだろうな。これファイヤー5列ね、余裕なんだろうな、上手い人からすると。でもファイヤーでいきます。ヤクサ、ヤクサ、あ、草5個いきます。こうでしょ。でこうか。ちょっとファイヤー意識した。ファイヤー意識した、うん、意識はした。お、いい感じいい感じ。押せるくない、ワンチャン押せるくない。来た来た、リーダースキル来た。ゴーストアタック。全ドロップを、全ドロップを炎気闇に変える。どういうことだ。あ、でも水とかハートが多い場合はこれ使えって。使います。大丈夫なのか、こんなスキル使いまくってて。大丈夫なのか。ゴーストアタック、うえーい、つえー、これ分かった。これは勝ち申しただろ。わ、分かんねえ、でもまあまあまあ、でも並んでるから大丈夫でしょ。よし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 、いい感じいい感じ。これ倒したな、これ倒したな、これ。うわー、やべえ、24万。スキルのおかげだね。うわぁ、重いなぁ。まだでも、あ、ボスが見えた。あ、いきなり先制攻撃。ちょ、ずるい。初心者に対してそれはずるやろ。なるほど。あ、そっか、ターン数があるから、あれなんだ、先に倒したい敵とかもあるんだろう。これはでも行くわ、ちょっと待って。ただ、あ、水5個並びます。行きます。はい、来た。積んだ。積んだ。積んだだろう。これダメージ半減しよう。ダメージ半減しよう。次のターン攻撃してくるし、絶対攻撃されるから。よし、メットシールド。よし、よし、かえ、よし、呼んで。闇か？で、闇で攻撃するか。闇で攻撃しようか。あー、わかんない。あー、こうですね。まあ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 、一応最低限3つ。はい、よし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 。あ、やっぱコンボなんだな。あー、ってか倒しちゃった。コンボが大事なんだね。なるほど。コンボね。コンボ意識してこう。いやー、来た。あ、先制攻撃。いや、でもメットだから。ちゃんとメットしてるから。3400食らってたってことでしょ。エグすぎません？したら、ちょっとスキル見ていこうか。ヒートバブルとか使っていく？ヒートバブル使っていくかな？行こうか。キードロップがハートに変わる。あー、使っとこう。体力回復しとこう。はい。ヒートバブル、ハートになる。で、ハートをちょっといっぱい並べつつ、かつ、ファイヤーも並べていく的な。だとしたら、ここ取って、いこうか。はい。
あ、わかんない。まあでも体力回復したでしょ、これ。よし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 。いい。体力回復してくれたら、それでいいわ。んで、水か。水がないな。水がないな。まずいな。やべ、すげえ心臓バックンバックンいってるんだけど。横から出ようか。横から出て、コンボ3つ。4つ、5つ。6つ。ハートばっかだから。ハートばっかなんだけど。ハートコンボ回復させてもあんま意味ないんじゃないか。あーでも入る。あ、全長。あ、勝った。やった。やった。やあった。なんか勝てた。なんで、なんで、なんでクリアした。やった。わかんない。ボスが一番弱かったんだけど。わけがわからないよ。どういうことだってばよ。ボケの先では後届くような仲間を出てくるらしいですよ。それさっき聞きましたよ。いやー、でもできた。どうにかちょっとクオンティリー一回使っちゃったけどね。うん、まあできました。はい、という感じで、はい。あー、お試し版はここまでです。続きは製品版でお楽しみくださいということですのでね、改めて4月29日発売のマリオのパズドラ、モッティも買って実況したいと思いますので、まあ、ぜひともね、今後ともご愛顧いただきたいと思います。ぜひとも見てね。よろしくね。頑張って更新していくんで。はい。ということで、以上、モッティでした。お疲れ様でした。バイバイ。